父は単身赴任先で亡くなった。詳しく書くと見バレするので、簡単に流すと、年齢的には、もう定年を過ぎていた。ただし、引退はせずに、後進の育成に尽力すると単身赴任を希望した。いつも、健康なことが取り柄だと笑う、お元気な方で、まめな方だったから、夫母だけでなく、夫兄弟や孫と、こまめに、LINE でやり取りをしていた。訃報は、突然で、仕事中にトイレで倒れ、そのまま他界した。葬儀は、夫の地元でやったにもかかわらず、夫父の長年の仕事仲間や教え子や友人が大勢参列してくださった。生前の夫父のお人柄がわかるお葬式だった。私自身、よくしていただいたので、ジップをなくした時と同じくらいショックを受けた。おしどり夫婦だった夫母の落ち込みようは激しく、見ていられないくらいだった。葬儀を含む一連が終わり、遺品の整理をするために、夫父が単身赴任するために借りていた部屋を訪ねた時に、修羅場が起きた。1DK の間取りの奥の部屋が、いわゆるプレイルームだった。壁に、手枷と足枷のついた型の板や、名称がわからない。その世界の方々が使うような品々が、段ボール4箱分あった。具体的に何が置いてあったのかは、とても書けない。どれも、新品ではなく、使った形跡があった。夫がトイレに駆け込んで吐いた。夫母と私は思わず手を握り合って言葉も出なかった。ただの浮気の方がよほどマシだった。今まで見てきた夫父がわからなくなって混乱した。夫母は精神的なショックが大きかったせいでしばらく入院科料が必要になった。数ヶ月経った今でもあの時見たものが信じられず。私たち三人は、遺影の写真もまともに見られなくなったから、飾っていた夫父の写真を撤去した。夫兄弟や夫父の親族には未だに告げられず、告げるべきか、夫母が言う。今まで見てきたお父さんだけを覚えていてほしい。という願いを通すべきか悩んでいる。